いんです。入ります？入りません。朝一は水飲む前にまずうがいします。朝起きたら口の中菌がいっぱいっていうのを聞いたんで、そろそろアウトにする。お腹冷えるからですか？そう。今日は雨ですね。なんか最近ちょっとサプリメントをね取ってみてるんですけど、朝一でまずアミノ酸を入れます。まあ実験ですね。ちょっと続けてみて、サプリメントのなんか僕にとっていい感じとかもお伝えしていきたいと思います。すごいピンク。美味しそう。美味しそうだな、これ。これビーツの色なんですよ。これをちょっとなんか時間かけながら飲んで、これ飲みながら、まあ、例えば今あの洗濯物が散らかってるんで、この辺片付けながら朝に大体なんか作業します。飲みながらこの辺しまう。あとは走りに行く準備しますね。ちょっとチンチンはさすがに見せられないでしょ。いやなーです。なんかこのサプリメント一気に飲みすぎるとお腹を下す人がいるらしくて、まだ飲み始めて2週間ぐらい、2週間も経ってないんで、ちょっと時間かけながら、まあ、でも多分大丈夫です。僕は逆にちょっと硬くなってるぐらいですね。便はサプリメント取ってる時期もあったんですけど、完全にやめてる時期とかもあって、どっちがいいのかなっていう感じです。いいか、こんなもんね。まず朝一走りに行きます。これは今半年ぐらい続けてるんですけど、まあ、持久力を上げるっていうことで、あの練習だけでは足りない可能性があるんで、これもまあ実験なんですけど、さすがにもう半年やってるんで三日坊主ではないな。よっしゃ、30分ぐらい行ってきます。頑張ってください。ありがとうございます。行ってまいります。はい、もう上ぐらい。よし、携帯充電しながらじゃないですよ。なんかバッテリーが寿命がな、あの縮むっていうのを聞いて、過充電になっちゃうのと、で、YouTube とか音楽とかつけながら朝ごはん準備して、最近定位置ここですね。なんせテレビがなくて画面ちっちゃいんで、シャッフルで音楽でも流しとくか。音楽流したらあれだ、うん、流すっていう手で。これはですね、土鍋飯ひなたさんっていうところで今朝ごはんのおかずを作ってもらってます。あの夜とかに何日分かを取り入ってで食べてます。ちょっとやっぱり 朝ごはんね、朝から作るのハードル高いんで、そうしてますね。お願いして、まあでも特別なので皆さん行って真似しないで。うちはあの電子レンジないんですよ。だからこれ湯煎、焼きサバ湯煎して
で、なんで買わないんですか、電子レンジ。なんか、いらないから。弁当温めて食べるとかあんまないから。え、電子レンジ温めて便利だな。そうだよ。そうだ。またちょっと洗濯物で、パターンモデル。そんなにルーティーンないのかな。そういえば昨日、財布持ってなくて、でも帰り、練習の帰りにそのままなんか服の買い物に行っちゃって、で、コインパーキングで止めたんですけど出れなくなって、お財布ないんで、あの、今買い物電子マネーでできちゃうじゃないですか。はい。駐車場はできないところ多いんで、そうですね、出れなくなってタクマに来てもらいました。タクマに660円。いいやつでしょ、あいつ。そのためだけに。まあちょうど近くにいたんで。おしゃれですけど、基本的に雨でも行けますね。あ、っていうか雨なのに全然濡れてねえや。しょっぱなに今日雨ですねとか言っちゃって。なんか番組の構成上、あの、行ったふりにしてます今日はっていう風にしとけばいいんだよ。めちゃくちゃ乾燥して、なんか葉っぱ揚げてんだけど縮れちゃってんね。全然やることねえじゃん俺はさ。走ってんのがでかいか。味噌汁あるし、なんか浄水の無印のやつですね。これ味変わります？浄水味は変わんないよ。あ、変わんない。でも なんとなくちょっと綺麗になってるのかなみたいな。いや、なんか水道水と浄水ってこう違うじゃないですか。あ、風味が。味噌汁は簡単に取れるんです。ご飯炊いてないんで餅にしますわ。最近楽なんだ餅に。餅をただあの味なしで食う。いや、炭水化物を取るっていうのが目的だから、うんうん、やっぱ朝しっかり取った方がいいですか。いやちょっとそれもね、どうなんだろう。僕もバナナと R1 生活なんですよ。ああ、そっちの方がいいかもしれない。そういう方がなんか頭が冴えるっていう人も結構いるし、多分自分に合ったものをやればいいかなと。僕も意外とそんくらいの方が良かったかもしれない。適当にもう突っ込んでおいて火を消しておけば。よし、これ混ぜればいいな。この切る練習してる。West。いただきます。一人で朝作ってる選手とかいんのかな。休みだったら逆にもっと早くて川に行ってますね、多分。釣り。はい。休みになんか家でぼーっとしてるっていうのはほとんどないですね。多分止まってられない人なんだと思います。ちなみにこれは走りの距離とか心拍数とか測って、これで管理しながら走ってます。最近は朝4キロぐらいですね。でも心拍数そんな上げずに、上がっても120とか130ぐらいまでゆっくり走るっていうトレーニング入れてます。たまにチャリでちょっと心拍数上げてから外行く時もあります。朝ごはんを食べずにトレーニングするとエネルギーが使えない状態でのトレーニングになるんで、効果がちょっと高くなるっていう話を聞いてやってますね。これメニューは競歩の世界記録保持者の鈴木雄介っていう同級生なんですけど、彼に作ってもらって、あの、走ってます。走れるようになりたいんだけどって言って。サバの皮って食う？食べません。食べないよね。持ち上げましたね。熱っ。骨嫌なんだよね、魚も。みんな嫌ですよ。みんな嫌？みんな嫌ですよ。でも、菅大輝いるじゃん。はい。菅はサンマ、頭からあの背骨ごと全部そのままバリバリ食う。ファブルかっつって。それはやばいな。でも、尻尾だけは残すんですよ、なぜか。意味わかんない。意味わかんない。尻尾は食べないらしい。変なやつばっかだな。でも体に良さそうじゃない。あいつだからなんか強いんだろうな。多いな。最近このなんか
軍用時計大全っていうのをゲットしたの。これは東京のなんかキュリオスキュリオっていうヴィンテージ時計店の店主が携わって作ってるの。サイン入ってるし。今気づいた。まだ開いてなかった。待って、手紙も入れてくれてんじゃないこれ。ステッカー？ステッカーっすね。いいっすよ、軍用時計は。ヴィンテージいいっすね。あと軍に使われてたってことはやっぱ究極の状態で使えるものだから、性能も多分最高のものを使ってますよ。ごちそうさまでした。で、今やるか、後でやるか。今日は今やるか。なんかビタミン C。時間があればやっちゃいますね、その時に。で、なんか綺麗にして家を出たいですよね。わかりますよ。死んでね、遺族がこう遺族が遺品回収に来た時に綺麗だなってなった方がいいでしょ。それ極論の話。いつ死んでもいいように人生生きてますんで。朝ここで、なんか YouTube の一人で話す系を朝の方がやっぱねいいじゃないですか、後ろが明るくて。うん、なんでここでこうやって撮ったりします。洗顔とか全然しません、僕。石鹸使っても洗顔とか4年に1回ぐらいしかします。歯磨きはクラブハウスに行ってあるので、クラブハウスに行ってからします。チームのジャージが行方不明だぞ。車に入ってるわ。ちょっと財布持ってきますね、今日は。調子に出れなくなっちゃうから。よし、じゃあ行ってきます。行きまーす。